休憩やめてください。はい。皆さんこんばんは、岡田真央です。暗今日は埼玉に来てます、はい、久しぶりのケイちゃんに会いに来ました。あ、抜き打ちケイちゃん。そうそう、抜き打ちケイちゃんです。前回何日です。前回が12月に会いに行ったので、はい、頭に、そう、小学生か、そう、小6のケイちゃんだったんですけど、今やケイちゃんはもう中学生になってしまったので、成長してるんじゃないかと思っていまして。確かに岡田真央ファンよりケイちゃんファンの方が多い説がマジかー、まあ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 、もう待望の動画です。今日抜き打ちですか。抜き打ちです。なるほど、はい、お父さんには言ってる。お父さんには言ってる。本人は知らない可能性がある。知らない、はい。だからどっちに行きたいと。音楽祝いを起こせよって言われません。どうになっちゃってるの。いますよ。もう2つじゃん。やってるやってる。やってますよ。お風呂。お風呂行ってからガーッて行くパターンじゃん。ガーッて行く。ダッシュする。そろそろバレるじゃん。確かに。でびっくりしてきました。こんにちは。早い。スッと来たよ。知ってた。知ってたのかい。知ってんだよね。知ってんのかい。何だったんですか今の。めちゃめちゃそろそろ入ってダッシュしてた。あ、知ってたんですね。あ、じゃあ早い。話早い。そう、はい、じゃあ伝わってたみたいなので、はい、けいちゃんです、はい、入学おめでとうございます。あ、そう、中学入学おめでとうございます。そう、しかもこれ分かってるわ。ありがとう。ほら、かわいい。似合う。そうだ、中学入学いつしたの。入学式ちょっと前3日前ぐらい。8日ね。8日ね。ってことはめっちゃ最近。もう最近じゃん。5日も前ぐらい。え、バスケ部入った。いや、まだ入るんですけど、まだ、うん、あ、そういうのはないんだ。木曜日に体験。あ、そんなんか。やばくない。体験来たらやばくない。もうだって言われてるんじゃないですか。バスケ入るでしょ。知られてるでしょ。そうだよね。だ、地元のだもんね。ミニバスとかで一緒だったこと。あー、なるほど。じゃあみんな知ってるわ、この実力は、ね、そこであえてね、うん、なんか違うバレー部とか入ったらすごい嫌だ。この3年はいいけど、いいけど、この才能をちょっと持ってかれるのは嫌だな。バスケ界的に身長伸びました。ちょっと152。今前より多分伸びてる。そうかも、うん、でも5ヶ月前だよ。すぐ大きくなるから。今日はじゃあ抜き打ちで。そうですね、チェックですね。チェックですね。チェック、技術量チェックですね。あの、もともと上手いから、ね、あれなんだけど、うん、簡単に言えば、まあ、またワンオンワンしようっていうことなんです。そうです。前回は僅差で、うん、真央さんが勝ちましたけど、ちょっとなんか言い訳ばっかり言ってて、ウォーミングアップしてないとか、急にやったら動けないとか、ブーブー言ってたんで、だったら今から日のが済むまで仕上げてもらって、ウォーミングアップ、お互いね。で、ちょっとガチでやってもらおうか。それなら、いいですか。もうやっちゃってもらっていいですかね。そうだよ。全然遠慮はいらないんだから、はい、じゃあちょっとガチでウォーミングアップして、うん、ガチでワンオン、はい、します。やりましょうか。いや、もうガチでやろうとしてるじゃないですか。これいつもやってるルーティンですね。そうですね、ヨガです。これあれ、むちゃくちゃ入りますよ。いや、もともと入るじゃないですか。消えちゃうなんて。大丈夫ですか、そんなことやってて。順序が大事。大人はストレッチしないと動けないから。本当怪我しちゃうから。それ20分で終わります。え、作戦あります。今日ディフェンスがマジ怖いんですよ、言ったら。本当に、あ、向こうの動きがね。そうそう、ディフェンス足がついてくかが一番問題で、しかもジャンプシュートも入るから、はい、本当に間開けたら
そう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 。し、絶妙な距離をどんだけ保てるかですよね。なるほど。でもチェックできないぐらい幅広く動いてくるから、ちゃんと幅広く動くんですよ、せいちゃんは。オフェンスはどうですか？ずらしてジャンプシュートか抜くか。まあ、ステップインはありにするけど、止まってステップインはあり。あとあれ見せて歩いてください。あ、そうだ。ずらして。そうですね。裏拍子ね、バックビートね。負けない。大人だもの。じゃあその作戦で。はい。向こうにも聞いたんですけど、はい、作戦があれば教えてください。作戦どうすんの？なんかもう無我夢中に。もう要はドライブしていく。もうドライブ無我夢中に。空いたら打つ。あんま打ちたくない。あ、じゃあもう抜いちゃおう。でも打ちたくもある。打ちたくもある。じゃあとにかくドライブで行っちゃう。まあドライブが多分一番。なるほど。いけそう。いけるな。言わない。じゃんけんで先行ここ。はい。勝った方が先にオフェンスね。はい。最初はフィールド。はい。ディフェンスだ。覚えてます。はい。よし、いくよ。いきます。よーい、スタート。だ。おい。やばい。あやばい。おい。完全に。今のはめっちゃ抜かれた。あ、ディフェンスですよ。こんだけ体格差あるからね。岡田も。おっきた。なるほど。今のは使いましたよ、うん。使いましたね。使いました。バックビート。これディフェンスずっとすんのきついなよ。危ない。狙うか。おお、来た。ツー。よし。あー、動くね。足がついてから最後の全然ケイちゃん歯入ってないですけど。まだもうガチです。もう言い訳できないレベルです。あっしゃーよっしゃって言ってもうた。はい、読んでましたね。ああ。何を狙ってる。しました。ちょっと休憩やめてください。頑張ってる。あー、いった。あー、すげえ。6-4。ディフェンスきつい。
さあ、真央さん、何をする？あれ？あれ？あれ？危ねえ、危ねえ。開いた。うわ、危な。危ない。20分のアップで全然あれできてねえわ。言い訳でした？私がダメなだけ。私がダメなだけ。さあ、どうする？ここで来ました96。リーチじゃないですか、真央さん。止めなきゃね。これは大きいスリーポイント。2点でも3点でも10。あー、ナイスル。6で、ガチで準備した岡田の勝ちです。ありがとうございます。いやいや、どうでした？ギリ、これでもまあまあちょっと危ないところをね。そう、どっちか転ぶか。やっぱね、あの体格差あるの大きいわ。あ、うん、それでだいぶハンデあるから、本来ではあの勝たないと本当はいけないじゃん。うん、普通にね。普通はね。普通はね。何のハーハーもしてない。な、疲れてない。いつか行ってます。本当？でも疲れてるが、私がこんぐらいだったらこんぐらい。疲れた。そうそう。ちょっと疲れた。そう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 。なんで私この体力ないんだろう。こんぐらい大人になると20分なってじゃダメってことが分かります。ケイちゃんどうでした？久々にシュートめっちゃ入ってシュートね、シュートめっちゃ入ってた。マジか、落としちゃったけどね。ありがとう。いやでもマジうまい。いや本当にやっぱうまくなってます。怖いもん、気抜けないもん、一回も。だってこれが高校1年生とかになったらもう、そう、もうやばいと思う。やばいでしょ。だって年齢も私もその分上がってんじゃん。めっちゃ笑ってるやん。けど いつかこうなる日がね、はい、このチャンネルで見れるかもしれない。まだ今日は岡田真央のゲームを。そう、私が引退して勝ち逃げするか、そう、ケイちゃんが追いついて抜かれるか。次の回とか抜かれてるかもしれないけど、ね、いい、また来て。頑張ろう、お互い。今から中学生なんで、皆さん応援してください。応援してあげてください。お互いに。はい、では以上で、はい。以上です。ありがとうございました。Don't forget to tip, the sun went down, but we still rolling. The band's still going, playing all ahead. I can't stop now, too legit to quit. I'm coming out the jacket, cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen.